はいどうもお茶です。じゃあ今日はね貝を使ってやっていこうと思います。ってことで、やろうじゃないか。昨日はね申し訳なかったです。動画上げれなくてちょっとね諸事情でねすごいギルティーのねやる気が落ちてたんで昨日はねやりませんでした。ということで相手カラー黄色だったな。ザトウかしかも死にそうだな。でもなんかね俺のランクマの勝率見たらザトウが一番上だったんですよね。だからまあ結果的に見たら得意キャラになってるんだけど、別に俺のなんだろう精神じゃない、なんでだろう、俺のなんだ、まあ、感覚としては別に得意キャラってのはないですね。ソルの方が得意つか、ソルが俺マジソル戦だけ極まってるんで本当に。いや投げかくってな。あーそれ見えねえ。今ザトいないんで、ザトじゃないエディ。何それセンスありすぎビビったんだけど。いやうまい、やっぱいやビビったわ。何あのブリッツ、あんなブリッツ見たことある、すげえよ。 OK 投げてくると思った。 OK ちゃんと取っていく。まあ、ちょっと中段ブンブン丸になりかけてはいるけど、まあ取ればいいやって感じですからね。あもったいね。なんかガトリングよく当たってくれるなこの方。よしエディがもう OK 大丈夫、ダウンさせられてもエディがいなきゃ。投げかくってる、くっそ。これおそらく、お、なんだそれ。ちょっと待って、エディ殺して投げて、サイディゲージ回復してくるが、オッケー勝っていく。スタンディップは多段技なんで、エディ殺しつつザトに攻撃入るかなって思って今ぶっ放しました。しかもねゲージ 50% ある時はねリスクがほぼゼロなんで。今の飛んだのはバカだったな。オッケーラッキー、これ超ラッキー。結構下段刺さりますねこの方ね、なんか知らないけど読んでいる。これダメだ。オッケーすげえ、なんかなんだこれ、割と俺20団体でも戦えるんだな。俺すぐ19段に落ちるかなって思ったんですよね実は。けども割となんかなんだろう、まあこの一戦だけだけどあれっすね、なんか割と戦えてる。まだ分かんないですけどね。どうしよう。あー投げてくると思って暴れたんだけどね、これガーフなんでもう勝利暴れしちゃって下げられている。うん当たるね。お少し下段しゃがんでいく。 OK エディ殺して、うわマジか、ドリル結構持続長えな。 OK ファジージャンプをしている、もったいね。あーオッケーなんか結構ご利用し感あったけども、はいということでね21段ザトウにねなんとか勝つことができました。
まあ、ちょっとね、まあ、さっきも言ったんですけど、すぐ19段に落ちるのかなってね、ちょっとね、20段なとはいいですけど、あんまり自信がなかったんですよね。だけどまあ、今ね、こういう結果となってね、ちょっと自信がつきました。はい。ということで、どうもご視聴ありがとうございました。失礼します。